サー・アンドラー・シュシフは、ハンガリー出身のピアニスト。1987年に、オーストリアの2001年に、イギリスの市民権を取得し、2014年に、イギリスで、ナイト尺を授与されている。バッハ、モーツァルト、ベートーベン、シューベルトなどドイツのバロック音楽及び、古典派音楽を中心レパートリーとし、シューマンやショパンなどのロマン派音楽までを演奏する。 室内楽奏者としても知られる。室内還元楽団カペラ、アンドレ・アバルカの創設者、指揮者でもあり、引きぶりも行う。妻で、バイオリニストの塩川優子も、同楽団で、第一バイオリン奏者を務める。ブダペスト生まれ、両親ともホロコーストからの生き残りであった。5歳からピアノを始め、14歳から、フランツリストアカデミーでクルター・ム・ジェルジュ、カド・シャパール、 ラドシュフェレンツに学び、その後ロンドンでジョージ・マルコムに支持し、タチアナ・ニコラ・ーエワとベラ・ダベドビチのもとでも学んだ。1974年、第5回、チャイコフスキー国際コンクールのピアノ部門で第4位、入賞。1975年、リーズ国際ピアノコンクールで第3位入賞。1977年初来日、武蔵野音楽大学で、シューマン、 上野学園大学でバッハを日本コロンビアレーベルで録音。来日中にカップヌードルに感激。1988年ザルツブルク音楽祭でシューマンを集中的に取り上げる。1989年から1998年にわたって室内楽フェスティバルムジークターゲモント勢の芸術監督に就任。1991年バルトーク賞受賞。 1995年、ハインツ・ホリガーと共に、一点限聖霊降臨音楽祭を創設。1996年、ハンガリー最高の栄誉である、コシュート賞受賞。1997年、コペンハーゲンで、レオニー・ゾンニング音楽賞受賞。1998年、ビチェンツァで、オマージュス・パラーディオと題するシリーズを開始。 1999年室内オーケストラ、カペラ、アンドレア・バルカを創設。2004年ベートーベンの32のソナタの録音をチューリヒで開始。2004年から2007年はイマル音楽祭のアーティスト・イン・レジデンスを務める。2006年本のベートーベンハウスの名誉会員に選出。2007年に英国王立音楽院、バッハ賞を受賞。ブタペスト、デトモルト、 ミュンヘンの高等音楽院の名誉教授の称号を授与される。2008年ウィグモアホールでの30年にわたる出演を記念してウィグモアホールメダルを授与された。2008年シーズンのベルリンフィルハーモニー管弦楽団のピアニストインレジデンスを務めた。2008年12月から2009年3月 NHK スーパーピアノレッスンに出演。 2009年オックスフォード大学ベリオールカレッジの特別研究員に選出される。2011年シューマン賞を受賞。2012年ゴールデンモーツァルトメダル、プールルメリット勲章、ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字聖章を授与される。2013年12月、ロイヤルフィルハーモニック協会からゴールドメダルを贈られる。2014年7月、 リーズ大学から名誉音楽博士号を授与される。2014年6月イギリス女王エリザベス2世よりナイトの尺位を授与される。2015年 ECM レーベルシューベルトの後期ピアノ作品集でアイクマショーの独創器楽部門レコーディングオブザイヤーを受賞。2016年10月バッハ武装にベートーベンのバイオリンとピアノのためのソナタを妻である 塩川優子と共演し録音。1970年代に各コンクールでの活躍が始まると、ほぼ同年代のコチシュ・ゾルターン、ラーン・キデジェイと並んで、ハンガリーの若手サンバガラスとして売り出された。当時ソ連型社会主義体制であったハンガリー、人民共和国にコンクール出場を求められており、このコンクール歴は必ずしも、 自分の本意ではありませんと当時を回想している。最年少のシフは、当初は3人のうちでも目立たない存在だったが、1980年代に、イギリスのデッカレーベルと契約後、モーツァルトのピアノ・ソナタ全集の録音でにわかに、注目を集め、続いて一連のバッハ作品の録音によって、グールド以来のバッハ解釈者との名声を得、格好たるものとした。その後、 1990年前後には、シューベルトのピアノ・ソナタの演奏、録音、バルトークのピアノ競争曲全曲、1999年から2005年にかけて、ザルツブルク・モーツァルテウム創立記念、モーツァルト週間に、シフ自身が編成したオーケストラとモーツァルトのピアノ競争曲を全曲演奏するなど、スタンダードナンバー演奏で高い評価を受けた。近年は、 ハインツ・ホリガーと共演で、ベレシュ・シャーンドル作品を紹介したり、ペレーニ・ミクローシュとの共演など、祖国ハンガリーにちなむ活動も盛んである。教育活動にも力を注ぎつつあり、現在は、ドイツのデトモルト音楽大学教授、ミュンヘン音楽大学の客員教授という、養殖ポストについている。また、ザルツブルク・モーツァルテム音楽大学や、母校であるリスト・フェレンツ音楽大学をはじめ、 各地の著名音楽大学でマスタークラスを開いてきた。長らくリストフェレンツ音楽大学は彼によって引きられることが望まれてきたが、ハンガリーのオルバーン・ビクトル政権が受傾化を強め、政府が TV 局や新聞紙などメディアをコントロールし、世論をコントロールしている状況を彼が2011年に厳しく批判したことでナショナリストから猛攻撃を受けたため、今後は 母国ハンガリーでは演奏しないことを宣言した。ソロから競争曲までまたがっているものの、レパートリーはドイツハンガリー系に偏っている。しかし、ファンは多く、チャイコフスキー国際コンクールのライブ録音すら入手できる。デッカレーベルに、バッハ、モーツァルト、シューベルトなどの一連の録音がある。その後 ECM に移籍し、バッハ、ヤナーチェク、シューマンなどの録音を残す。 2008年にベートーベンのピアノソナタ全集を完成させ大きな反響を呼んだ。デッカレーベルに東京のシャンドルベーグ、シキザルツブルクモーツァルテウムカメラータアカデミカと残したモーツァルトのピアノ競争曲全集が代表的。テルデックレーベル遺跡後はバルトークのピアノ競争曲、ベートーベンのピアノ競争曲録音がある。 塩川優子とバルトークのバイオリンソナタ第1番、ヤナーチェクのバイオリンソナタ、チェロ奏者ペレーニを加えた30奏でのシューベルトの2曲の、ピアノ30奏曲、幻想曲派長長、ペレーニとのベートーベンのチェロ作品集の録音がある。テノール歌手のペーター・シュライアーや、バスバリトン歌手のローベルト・ホルトの共演がある。シュライアーとは、デッカレーベルに、シューベルトの歌曲集、白鳥の歌、 美しき水車小屋の娘、冬の旅を、ウィグモアホールレーベルに、ウィグモアホールでのライブ録音 CD がある。オーフをドールレーベルには、シューマン歌曲集がある。また、ホルトの共演では、デッカレーベルに、ブラームス歌曲集、シューマン歌曲集がある。ありがとうございます。